妹の笠原です。本日はトントンさんに色彩選別機の納品をさせていただきました。今玄米を入れて精米をかけています。でこちらの方にぬかが来てます。でこちらの方に精米したお米が出てきて石抜きをして選別しております。小米も同時に選別してます。そのお米が昇降機で上に上がっていきます。そして色線の方に行って選別をかけています。きれいなお米が入っていっています。これが選別機の正面です。でこちらのところで選別しているシグナルです。上の方がカメムシなどの着色米を選別しています。下の方が白田の方を見ています。そして弾くお米があるとここに表示されています。こういう形で出ています。